プチカップをご覧の皆さん、こんにちは。今日はファン待望の2作品が徹底再現で蘇る、めっちゃ読んでるやん、ダンジョンズ&ドラゴンズミスタラ英雄戦記をご紹介いたします。わー、バチ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 。今日のゲストは、プチカップ斉田東蔵。斉田東蔵、すごく見たことあります。いやいや、ちょっとカメラ回る前に斉田東蔵って1回しか出てへんはずんで。違いますよ、違いますよ、なんか5回目ぐらいじゃないですか。出てくれとは聞いたけど、はい、ね、流れ何の説明するか事前に説明しますねって言ってるのに、会議部屋のこの撮影場所の部屋の番号を聞いただけっていう。あとお弁当が出る、お弁当が出るか出ないかっていう話だけですね。はい、ということで、今日はプロデューサーの土屋プロデューサーです。お願いします。これ、段ボールなんだけど、手作り。土屋さんが手作りしてちゃう。泣けるんだけど、これ。ウェブをプリントして。そんなことない。そんなことないでしょ。なことない。はい、おかげさまで、イーカプコン限定版。はい、そうですね、はい、通常版の価格が税込み3990円のに対して、安い、E カップは税込み1万2000円、高い、まあ、正気の沙汰じゃないですけど、ね、マジ高い。あのお問い合わせもたくさんいただきましたが、ね、前にね、あの前回出た時アスラズラースっていう作ってたんですけど、はい、その頃もよくね限定版作ってて、あの、うん、前も結構ね評判良かったんです。はい、めちゃくちゃ良かった。あの頃にねよくね、あの電話お高いんでしょ。流行ってました。学生になっちゃって。流行ってました。やっぱりこういうゲーム、自分もそのなんていうのかな、そのアーケードゲームが好きで、この業界に入った人間で、そのプロデューサーとしてアーケードのタイトルも何作かやってきたけども、うん、やっぱり20年前のゲームをね、うん、今ここの現行ハードに持ってきた時に、これを心から欲しいって思ってもらえる人が求めてるものは何か。うん、20年越しの愛を形にするには何かって言ったら、うん、あのやっぱりストラップがついてますとかそういうのもお求めやすい価格でちょっといいものっていうのもあるとは思うんやけど、うん、多分あの20年ぶりにやるんだったらもう今回が最後だぞぐらいのつもりで、そうですね、やるからにはそれぐらいのこだわりと、うん、今できる全て材料と今できることの全てを突っ込んで限定版を作ってみたいなっていうところからの表現であって、あの決してね、その値段が高いものを作ってほしいんだと言ったわけではないんですよ。まあ組んでましたよね、その辺もね。そうですね。さあ、いやもう、そうそう。でも当時何があって嬉しかったかとか、そのそうやね、当時どういう感情でこのゲームをやってたか、100円を入れてたか。でもゲームストもゲームストの句を復刻したいっていうのは多分一番最初に出してくれた、うん、そうですね、はい、本当に昔出てた攻略本を復刻しただけじゃなくて、あのゲームストもそうなんですよ、ゲームストムックのね番号もそのままに復刻しますよ、はい、復活しますよっていうところが肝でね、うん、そうなんです。ちょっとだけあの手加えさせてもらってるところもありますけど、例えばもうその広告のところとか広告手が変えないよでメストのムックありつつ、うん、であのうちの会社の女の子からあの現物借りたんですけど、擦り切れるほど読んでて、そう、もうシワシワになってて、私物ですよ、私物で、あの他に考えた時に私も私物で大事に取ってたあの当時のシークレットファイル、そうそうそう、うん、あのゲームセンターで配った。ただこのシークレットファイルに関してはこのタイトル の, あの当時基盤の中に入ってたんですよね。そうですね、一般的に配ってない。え、基盤の中、ゲームセンターのお店さんが基盤の箱の中に、基盤を買うと、はい、説明書とかと一緒についてくるっていう、はい、うん、あ、そうなんですね。お店さんが好意でお客さんにプレイヤーに配る。あ、そうそう、なるほど。でも基盤1個に対して1冊しか入ってないからあげられへんよ。そうそうそう、数がすっごい少なかったんで、で私はあの趣味で1冊だけすごい備品持ってて、今回それを使って復刻したみたいな備品備品備品。あとはあの遊び方シールですね、インストカード。そうそう、これはね、はい、自分もアーケードゲーム好きで好きでこの仕事をやってるのもあるんで、うん、やっぱりあの温度感と、あのこうだったこうだったっていうあのインストカード独特のあの雰囲気っていうのは、うん、すごくあのオリジナルのゲームを触れてきた人にとっては喜んでもらえるんじゃないかなっていうのはすごく思うんだよね。そうですよ、ちょっとだけシールに直したのもあるんだよね、はい、あのペラ紙もあるんですけど、
シールにすることで、まあなんか PC とかに貼ってほしい。そうですね。貼って剥がせるやつなんですよ。結構いいやつ。そうですよ。貼ったり剥がしたりできるやつなんで。そうです。何度も貼って剥がせるって。そうです。なんで、そのシールたちと、あとはまあ、ね、あとはもう見ながら話しましょう。見ながら。せっかくですから。せっかくですか。ここに、はい。じゃーん、出たー、でかい、でかい本棚入らへん、でかなるとは思わなかったね、思いませんでした ね、 すごいでかいんです、予想外のでかさですね、予想外にでかいんです、ね、しかもキヌさん、西村キヌ先生書き下ろし、書き下ろしですよ、 1P、2P 全部、全部書いてあるんですよ、すごい人数、だってもう 2P のドワーフとかもう僕に言うの登場人物の 1P、2P 全12人、そうですね、すごい、すごい、うまい、ということで開封の儀を、この箱の中に全部のグッズが入って、そうなんです、あのソフトは別に、ソフト以外が、そう、ソフト以外が、なんか見ちゃった、はい、これ縦置きなんですけど、開けるときには横開きなので、ちょっと倒してこうやって開けてください、はい、縦にあとドチャーってなっちゃうので全部流れてきます、じゃあ開けましょうか。これ陽子の手作りなので、はい、ちょっと若干セロテープとか出てるんですけど、そうなんですよ。すでにもうちょっとなんかバゴって言ったらごめん。横から開けるといい感じ。じゃん、じゃん、じゃん。これが説明してよ、してよ。はい、じゃあ説明を、ちょうどさっき説明したもの以外が上に出てるっていう。そうですね。これがクリア。違います、ラバーコースターです、ラバーコースターです、ちなみにこれあの中がちゃんとこうやって振っても動かない、きちんとなってる、あんこが入っております、じゃーん、これがシーフとエルフの、これね、キヌさんが昔描いていた、描いてらっしゃったあのイラストをラバーコースターにしてるんですけど、立体なんでしょう、めっちゃ細かいんですよこれ、そう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 、これが伝わるかな、これはね、ね、伝わるかな、どうぞどうぞ、伝えたいこの細かさ、これね見てほしいのは斜めで見えるかな、あの斜め、はい、印刷じゃなくって、あの立体成形っていうのかな、はいはい、ラバーが乗ってるんですよね、階層別にこう、そう、ね、そうなんです、色のついたゴムをイラストの柄に成形してある、陽子が白目になりながら色の分割を考えてたね、はい、白目でした、ね、最近これを始めてからずっと白目が多かったですね、そうおかげさまでいいものになりました、はい、で、次に出てくるのがこれやばい、これはやばい、やばい、これはやばい、これはですよ、この CD サントラはね、これはちょっとね、じゃん、引っ掛けあるというか、はい、あのサントラ好きとしては、あの幼少の頃からもう数々のおう集めてきた人間としてはですね、はい、サントラ参加状というのが自分の中にある、土屋さんのサントラ参加状、サントラ参加状、その1、その1、ドーン、あの曲は全ての曲を収録すべし、要は全曲収録、あ、全曲収録、なるほど ね、 ね、中途半端なことするなと、うん、はい、いや、そうは言ってない、で、第2、はい、ドーン、あのジャケットは、うん、専用の書き下ろしで、ですよね、デメントの CD のジャケット書き下ろしでしたよね、そう、あれね、フィオナが笑ってるっていう、その昔デメントっていう名作があって、フィオナっていう最初から最後まで苦しめられる女の子がいたんですけど、はい、その子が唯一笑ってるっていう、ね、へえ、ゲーム開発終わってからあのサントラ作ってもらえることになって、でもチーム解散してたんで、私あのキャラクターデザイナーの、ゴーと2人で、ちょっと呼び出してサントラ作れるようになったから、イラスト描いてくれへんか、彼女の笑い顔って描けてないので、ね、最後に、うん、エンディングの後にどうやら幸せになったのかなっていう景色を描きたい、ええ話や、全力の笑顔だったからね、ええ話やで、その3は、その3は、はい、ライナーノーツ、そうなんです、作曲をした人の、はい、あの直接 の、 その曲に対しての解説、うん、そうですよね、やっぱこの3つが あることで、あのサントラっていうものが、そのやはり作品の中で音楽ってもともと流れてるもので、うん、その絵グラフィックかな、ゲームだとグラフィックとかのビジュアルとともに流れる音楽で
情景の一つとして、うんうんうん、部品として機能しているものだけど、曲が生み出された背景とか、うん、曲に込めた意思みたいなものっていうのは、うん、ゲームの中ではゲームをプレイしただけでは伝わってこないようなものっていうのを、うん、あのやっぱ保管してほしいなっていうのはすごくあるんですよね、うんうん、やっぱこの3つが揃ってるサントラはすごくいいサントラっていうのは自分の中で参加上を満たしてるかどうかっていうのは結構あるんですよ、うん、そんないいサントラがなんとここにあるんですよ、ここにあるんです。だってまずジャケットはこれゴーダチーズ先生の書き下ろしなんですよ。書き下ろしです。すごい可愛いんですよ、エルフがめっちゃ可愛いよね。しかもあれね、冒険者の酒場で、そうそうね、オフショット的なイラスト、そうそう、超可愛い、ね、ドワーフがこう、ね、あのすごい、もう肉食ってんすよそれ。これね、肉とエール種なのかな、こういう世界観、ね、あ、そうですね、エール種ですね、っていうので、じゃあ中、ここ、これこれ、ライナーノーツ入ってますよ。ライナーノーツの中見てください、この文字数、文字数、いや、てかもう見たか、見てこの文字数、やばくないですか。そうなんですよ、この文字数、これね、でも面白いんですよ、めっちゃ面白かったですよね、当時の話が盛りだくさんで裏話もね、そんなことが分かんなくても全然面白かったです。すごい面白いね、その曲を生み出してきたような、その苦労話もそうだけど、うん、決して作曲者だけじゃなくて、その、うん、SE を作ってる、そうなんです、デザイナーの考え方とかそういうものの掛け合いで生み出されたみたいな、そうなんです、すごいエピソードとして語られてるのと、その一作目タワーオブドゥームとシャドウ・オブ・ミスタラっていうのは担当したコンポーザーが違うのと、はい、やっぱりそこの考え方の違いだったりとか、うん、そういうものもすごく出てて、そうですよね、両作のコンポーザーが参加してくれてるんですよね、この今回この CD のために作っていただいた曲も、なんと新アレンジ曲が5曲もで、それで新旧対談になっていて、今もうあのカプコンで当時ね、あの曲を作ってくださっていた幸田さん、幸田正人さん、幸田正人さん、はい、あの有名なモンハンとかの曲作ってますね、はい、幸田さんにゲストで来ていただいて、はい、タオルドゥームの方は阿部さん、どうぞ、はい、昔のね、熱い格好の昔のアーケードゲームをやるとエンディングで親父っていう名前が出てくるんですよ、うん、業務のゲームの格好のゲームが好きな人は、うん、そういうのが親父っていたよな、認識してると思うんですけど、その阿部さん、その阿部さんが親父です。まさかの親父がここに続けば親父なんですねみたいな、あーみたいな。あと北村さんですね、北村さんはサウンドエフェクターで、モエティって毎回書いてある、うん、はい、あの北村さんもよく名前スタッフを読んで、モーハンとかもされてますもんね。そうですね、はい、そう、これ当初ですね8ページ予定だったんですよね、このブックレットね、そう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 、ブックレットがね8ページだったんですよ。それが中がちょっと面白すぎてカットできなくて、何ページになった、なんと12ページに怒られるみたいな。そう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 、はい、何見てほしいのか、カメラで伝わるかどうかわからない、はい、世界観に合った、そうなんです、じゃあわかるかな、すごいちょっとね、川のテクスチャーですよね、川でどうしたような、これファンタジーの世界観だから川でできたような本みたいな、はい、全面を、そういう作りだから、ブックレットの方もちょっと汚して入っている、川、汚れた川で、はい、ね、周りがステッチで塗ってある、縫い付けてあるかな、ね、こういうデザインになってて、すごい作り込まれてる、ね、うん、1アイテムずつ全力でデザインしてもらったので、まあかなり、しかもこうじゃーん、じゃーん、あっあちょっと、うん、大丈夫、大丈夫、2枚組だよ、キンキラこういう風になって開くんだよ。これやっぱ変形機構があるとかっこよくていいよね。変形機構、フィギュアの話ですか。変形機構、やっぱ変形好きなので、変形好き、うん、でも次のアイテム、はい、次のアイテムいきます。そしてこれ、これ不思議な箱、不思議な箱、これは何にも入ってなくて、要はこれがずれないために入れてるんですね。で、裏見るとあの中に入ってるものと、はい、お問い合わせ先とかが書いてあるよ、まあ、通り施設ですね。そう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 、だけどなんか実はブルーレイと同じサイズなんですよ、偶然。そうなんです、すごい偶然、すっごい偶然、同じサイズ、うん、でソフトとこれ別々に届くんで、そうなんですよね、分かりますよね、どうしたらいいか、これって何を暗示しているのかっていう話ね。
そうですね、勘のいい子ならわかる。勘のいい子ならわかりますよね。これはトリセツなんですよ、外していいんです。そうそうそう、この箱は、この箱はね、でソフト別に入ってて、そうそうそう、ね、これはブルーレイと同じサイズっていうの、わかるよね。わかりますよね。わかるよ。まあそういうなこんなで、はい、これは一つに綺麗に収まっちゃうよっていう、収まっちゃうんですね。これいらなくなっちゃうから、これどっか取りせずだからもう畳んでね、どっか上の方でも入れといてもらったらいいです。はい、はい、下にもまだ開いてもいいです。まだあります。まだありますよ。じゃーん、これが先ほど話題に出た、ちょっと2冊掴んでる。ほんと？ほんまやな。はい、じゃーん、じゃーん、ゲーメストマック。これもうこれ個人のだからしわしわ。あ、ちなみにさっきから見せてるのは全部あの陽子が頑張って手作りしたのと当時のものばかりなので、はい、ちょっとあのいろいろ変わってますけど、権利とかね、はい、あるので、ちょっと土屋さんそれはまだなんで置いといてくださいよ。ちょっとまだです。これ対談とか、もうすっ、あ、かなちゃん、かなちゃん、表4が見えたら嫌やな。表4プロフィース見えたら嫌や。あ、それも見えたら嫌や。じゃあね、さ、裏表紙も見えたら嫌やね。あ、ストゼロツーですね。これ、これ、ほら、すごい。すごい。これもう正直目が痛い。正直めちゃめちゃ字細かくて。そうなんですよ。すごい文字の量多いよね。すごい文字量ですよ。これさえあれば人の足を引っ張らないでオンラインできる。うん、人の足をね。そう、でも結構あの特にミスタラはね、あの、うん、気要素とか隠し要素がすごく多いから。そうなんですよ。あの実際自分たちも結構当時やってたのにもかかわらず全然覚えてなくて、うん、そんなこと言っちゃう。本当にロングやりながらずっと、ああそうやったとか、うん、あの思い出しつつ、そうそうそう、本当にやめんじゃってどこで取れるんやったっけみたいな、すごいしながらやってる。やっぱこれがあるとね、そうですね、サクサク進められる。でね、この本のね、ちょっと一点だけね、どうしてもみんなに見てほしいところがあるんですけど、この本当時の、あの、はい、編集の人たちが一生懸命攻略作ってくれてるんですけど、手書きなんですよ、もう絵が。ちょっと待ってくださいね。これすごくないですか。手で書いてるんですよ。え、これ何？え、これ画面を手で書いた。え、なんで？これほらすごい親切でしょ。え、しかもあんま上手じゃないよ。ほら、これね、すごいんですよ。え、どういうこと？この思いがすげえ。パネーなって。パネー。パネーですよ、これ。マンティコアとか手で書いちゃって。パネー、すごい。すごいでしょ。これだけでも実験の価値あります。あ、あともう一個見たいとこがあって。どこ？あれだよね、近くではないけど、あのカプコンアーケードキャビネットで、はい、あの元ゲームスト の、うん、あの編集者たちと対談をね、うんうん、別企画でやった時に、ね、一緒にやった時に、うんうん、あの当時担当された人がこのベスビア川の、はい、マップを作るのに、はい、当時はカメラで写真を撮っていくので、はい、ポジですよね。デジカメでもない。1画面ずつスクロールさせながら写真を撮って、はい、全部こう、はい、ベスビア川を完成させるために並べていった。体育館ぐらいの大きさの部屋がいるぐらい長くなっちゃった。20メートルぐらいになったって言ってね。言ってました、うん、で並べたやつをもう一回写真撮るってことですか。ほらこれですね。すごい。これあの当然ながらデータとかがもう残ってないから、この持ってる本で、まあ、かなり精度のね、はい、いいあの高詳細スキャナーを使用しております。使ってるんですけど、一応あのスキャナーですがコピーなので、ちょっと画面とかがとこのオリジナルよりかは荒くなっちゃったりとかするところがあるのかも、はい、あるんですけども、ご了承ください。ご了承ください。一個一個手で直してはいるんですけど。白目白目、はい、はい、でこれでーん、これが噂のシークレットファイル。これも結局、あ、これはもうあれだよね、あの、はい、手作り、手作りだから、あの、これも手作り、はい、これはね、ページ数少ないからあんま見せれない。そうだった。すごいわ。すごいすごいすごい。え、ちょっと読んでみて。クソたわけそこ読む、そこ読んじゃうのって書いてありますね。そういえばサントラのあの対談の中にも、うん、あのそのシークレットファイルの中にサウンドのそのちょっとコメントみたいなのあるじゃないですか。ありますね、はい、これについてのネタバラシみたいのもサントラのブックレットで、なんでこんなこと言ってんのかっていうのとかも言っちゃってるので、すごい美味しい、はい、本当にこれは全部合わせて楽しめるところなんです、うん、なんなんこのセリフみたいなね。ここですね、
はい、そうなんですよ。限定版の中でこう連携されてる。そうなんです、うん、当時の2人がそうなんです。ここでこれでこれでそれ楽しんでください。これでこれがこれなんですね。これがこれがこれで、じゃーん、これいっぱいあってちょっと広げにくいけど、これがシールですね。当時のこれは復刻なんで、ちょっとあのズバそのままの形じゃないとことかもあるんですけれども、はい、基本的にはこれをそのまま使って遊んでください。テレビに貼ったらいいんでしょ。今ブラウン管じゃないからね。あ、やってたよ。ゲームを作ってた時に、うん、あのアンリミテッドコードとか格闘ゲームを作ってた時に、はい、会社の中 の, あのテスラのテレビの上下に必勝シールっていうんですけど、必勝シール、アーケード筐体、あの、うん、ゲームセンターに置いてあるゲーム機のテレビ画面のちょうど下、そうですね、大体貼られることが多いんだけど、はいはい、実際会社のネテストのテレビに貼ったりして遊べたからね、うん、テンション上がりますよね、これ。そういう雰囲気をね、味わってほしいな、うん、ぜひお家のテレビに、うん、あとで土屋さんの PC に貼ろうよ。貼りますね、いっぱい貼った。で、これとか、これね、これ紙なんですけど、これあの雰囲気楽しむため、貴重ですよ、でも貴重ですよ、これで。こんなにいっぱいバラバラいっぱい困るよ、困るよ、どうしたらいいの、困っちゃうよっていうあなたのためにこれ、クリアファイル、これに入れたらいいんじゃない、挟んどいたらええんちゃうの。で、ヨーコがもう無理っくりホッチキス、あ、すいません、それも手作りなんですよ、なんですけど、あの今 A 印刷中なんでちょっとお待ちください。これが、こっちがキヌさんの絵、キヌさんの絵で、はい、こっちがゴーダチーズさんの絵、はい、で、これを開けるとピャン、ぴゃん、両面にものが入れられる上に、入れられる上に、ここがさ、なんかよう噛むね、そう別に酔っ払ってないですよ、これここほら見て見て、ほらちゃんと透けて見えるね。そう、窓がついてるから中に何が入ってるか分かるよ。そうじゃ、どっちにインストールかな、今ねど真ん中に敵って書いてあるめっちゃ敵、重要やね、そうですね、敵注目しろや、めっちゃ注目されてますね、この敵、こっち持ってきたっていう、うん、あーもういっぱい出しすぎちゃった、出しすぎちゃった、いっぱい散らかっちゃって、こんな作っちゃった、こんないっぱい作っちゃった、なっちゃ綺麗に並べて、ちょっとなんかこのボリューム感を伝えたい、ボリューム感を伝えたいから、ここに綺麗に並べてくれる、そういうの写真で差し込み、うん、うん、まあ、今ここ早送りするから、ほんとレレ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 ってなるからさ、よかったよ、そうね、どうですか、すごいアイテム数ですよね、なんとお値段税込み12,000円、はい、本当にね、ちょっとあの尋常じゃないぐらい土屋さんにもこれの監修をね、本当ですね、本当に教授に見ろやみたいな、そうそう、ありましたけど、教授に見ろやみたいな新幹線で見ろやみたいな、携帯に YouTube のアドレス送る、 YouTube で見ろやみたいな、携帯に送ります、転送されるから携帯送っとこうみたいな、あれでしょ、サントラの視聴の、はい、はい、そう送られてきたから、はい、ちゃんといろんな、いろんな機器、そうですよね、あの携帯電話で見て、タブレットで見て、パソコンで見て、パソコンもノートパソコンとデスクトップで、うん、全部見たのに、すごい、なんかみんな意外と見てないなとか、見てますよ、見てます、見てます、そんなちょっと視聴動画もここに、ね、挟ませてもらいます、今、はい、どうぞ、
視聴って普通に2、3曲みたいな。でしょ、そんなにいっぱい出しちゃっていいの。80曲以上入ってるから。80曲のうちの15曲なんて確かに。そうですよ、考えにどれだけいいものなのかってことを知ってもらわないと。うちネット通販なので、そうなんです。あの最大限までいいところを理解してから安心して買っていただきたいんですね。そういうのもあって今回ちょっと2人であのいろいろ曲の数も増やしたりだとか、ね、サウンドの皆さんにもすごいご協力いただいて。そうなんですよね。こういう言い方をね、ユーザーのお客さんの皆さんに言っていいのかどうか分からへんねんけど、その自分も学生の頃とか、うん、当然そのゲーマーだし限定版とかやっぱ買うわけですよ、うん、買ってたんですよね、はい、当然そのアルバイトしながらなけなしのお金でこう高い限定版を買うんだけど、うん、何が入ってるか分からへんね、その情報には何々が入ってますとか書いてあるんだけど、はい、実は結構昔よくあったのって、本当にあの買ってきて、お店で買ってきて、うん、家で開けるまで結構分かんない。特にね、ネット通販で注文しちゃう前から、うん、物の価値が、その中身の価値が見えているものであるべきだっていうのはいつもね、うん、言わせてもらってるんですけど、そうですね、まあ、たまにはね、あの真面目な話もしとかないと。そうなんですよね、ネット通販って本当に分かんないんです、写真だけなんで、うん、なんかいろんなとこと戦いながらお客さんの手元にいいものを届けるためだけに頑張るっていう、まあ、それが今回本当によくね、あの陽子とも何かのためにですけど、本当にこれいい限定版が作れたよねっていつも言うんですね、うんうん、でお客さんにも多分あの喜んでもらえると信じて、実際ね、はい、たくさんのご注文いただいておりまして、はい、正直もう生産数に達してしまうんですね。もうないかも、もうちょっとだけあるぐらい。そうですね、8回日1ヶ月ぐらい前なんですけど、はい、そういうのクンクンしないなんで可愛いだ。で8回日1ヶ月前なんですけど、はい、実はもうあの今三角マークに在庫がなってるんですけど、あれは決してあの売れてるアピールではなく、実際ないんですよ。嘘じゃないよ。嘘じゃなくて本当に三角なんだよ。ってことは第2期生産みたいなのも難しい。難しいです。そうですね、ちょっともうこれだけっていう、多分しそっていう人はもうこれ逃すと、はいはい、残念ながら、はい、e カップで買うとダウンロード、そうだよ、そうですよ、e カップ限定のすっげえ今思い出したみたいな感じで言ってるけど、そうてるんじゃないですよ、ね、お兄ちゃんと書いてある、ちっちゃさん手作りのコップに書いてあるよ、ちゃんと。通常版の方にはね、あの一般のお店で買えるものに関しては、オーダーチーズ先生の書き下ろしのカスタムテーマ、カスタムテーマってあれですよね、画面プレイステーション3の3の、うん、いわゆるクロスメディアバー画面っていうもの あの背景の壁紙ですよね、うん、それがもらえるんですけど、なんと e カプコンではキヌ先生のこの絵のオリジナルですよ、カスタムテーマがもらえちゃう。ただこれちょっと期間限定なので、はい、欲しい方は発売日の前日までに必ず予約をして購入してください、はい、それ以降ですとこれが配信されないので、はい、早めにどうぞ。ってことは e カプコンで買うとカスタムテーマ2個ついてくるってことやんな。そうなんです。さらに e カプコンで限定版を購入してくれたお客様の中から、はい、なんとなんと10名で、はい、10名にキム先生の直筆イラストとすごいサインが全部、実は絵が当然ながら直筆なんで違って、これエルフの 2P なんですけど、あとねお腹すいたよとかセリフも書いていただいて、このようで1枚です。手書きです。一点一点イラストも違う、違います、表情も違いますし、で一応このポストカード2枚セットでお届けなんですけど、はい、これも非売品ですもんね。そうなんですよ、イベントで配られてたやつです、ね、そうそう、はい、非売品のポストカード、うん、ちょっとレアなんです、はい、でこれ内側にサインが入ってる、こっちは入ってないんです、はい、この2枚のセット、これはあのあれだよね、うん、今までに注文してくれた皆さんも当然対象、もうエントリーそうなんです、はい、あの限定版をご購入いただいた方には全員エントリーになる、自動エントリーで、こちらもカスタムテーマと同じで、発売日の前日までに、予約の方をしておいた方がエントリーとなるので、はい、皆さんちょっとそこはお気をつけください。今回整理をすると、はい、既に頼んでいる人はもうエントリー、はい、エントリーされてます、はい、発売日の前日までに頼んだ人が、これから買う人はエントリーされます、されます、発売日までが対象です、はい、限定版を買った人だけが対象です、はい、だから
限定版なくなったら応募できないから早く本当に早く本当にバイナウです。これはマジで本当にないからね、本当にない、本当にない。これもう一回そうもう一回作るとしたら1個4万円ぐらいになるもんね。そうなんですよ。であのゲームソフトと一緒には届きません。ゲームソフトを買っていただいて一回こちらでその抽選を厳選なる抽選の方を行いますので、お届け自体はちょっと先になりますのでいきなり届くかもしれないので、じゃあ8月22日に限定版が届いて、はい、このサイン色紙、サイン色紙、サイン入れポストカードが入ってなかったからといって諦めるんじゃない。そうなんです、そうなんです、諦めるんじゃないっていう、後日届く、後日届くんですけれども、私と陽子が一生懸命梱包してお届けをするので、はい、もしかしたら土屋さんも宛名書いてくれるかもしれないですね。あ、そうですね、はい、あと手は多い方が助かる。そうですね、10枚あるんです。なのでたった10名様ですが楽しみに、めっちゃ楽しみ、本当に。このえ F じゃなくて、なんかクランクアップしてるけど、最後のアピールはないんですか。あ、なんかやりきった感がすごい。燃え尽き症候群みたいですもんね、今ね。あ、ね、まあいいや。なんで燃え尽き症候群になっちゃって、そう、私たちも燃え尽き症候群なんです。そうなんですよ、割とポーってなっちゃうんです。でもね、本当に今回 の限定版っていうのは自分の中でもその昔から好きでいてくれるお客さんに向けたこうね、アーケードの筐体についてたようなものの復刻、まさにアーケードシーンを一緒にこうプレイしてくれてた非売なんたちに向けたものもあれば、あの全くね今回のためにグッズとして新しく作ったこのコースターみたいなのもあるし、はい、クリアファイルとかもそうだよね。そうですね、こういうあの今新しく作ってるもので、当時目にしてプレイしてたものをこう復刻してきたもので、当時手に入らなかったレアだったもの、ね、はい、で実際とも懐かしくもあり、あの攻略本としてもちゃんと中身も入っているので、はい、今もっと実用性もあるもので、サントラのように、昔から その音楽っていう切り口でこうオリジナルを記録しながらも、はい、全くのニューアレンジ、うん、今にこうブリッジするこう本当に音楽っていう意味での記録全集、ね、うん、サントラっていうものがこう入ることで、あの当時をその思い出しながら懐かしんで楽しめるファンにも、うん、あの名前は知ってたけど改めて家庭用なんでやってみようかなっていう人にも当然意味はあるし、うん、ひょっとしたら今回全く初めてこうダンジョンズ&ドラゴンズ触れてみようって思ってくれるお客さんにとっても必ず、うん、あの価値が、はい、全て役に立つっていうセット内容になってると思うんだよね。はい、ありがとうございます。すごくいい説明ありがとうございます。あ、ちょっと言い忘れたけど、その CD はタワーオブドゥームは初めてですよね、サントラ化されるの。商品化されるのは初めてなんですよ。そうなんですよ、超貴重なんですよ。そうなんですよ、それ好きなんですよね、土屋さんのとこ。変形が、変形機構が大好き。あれ、土屋さん、土屋さんがいない、いない。土屋さん、土屋さんは次回予告をしようか、かなちゃん。じゃあ土屋さんいい日から。そうですね、はい、では、次回特集はジャパン、ジャパン、早く登場して、早く登場して、早く登場して、なんか来た。そんな日本全国の良い子のみんな、お待たせしたね。私がガイストクラッシャーからやってきたバナナ隊長。もうね、万全必死さえるんだよ、ちょっと。やばい、場所を選ばない、バナナ隊長。あの、でも次ガイストの特集じゃないから。いや、そういうことは問題じゃない。そんな問題じゃない。バナ隊長、なんかきっと番宣があっていらっしゃったんですよね。いや、今日はダンジョンズ&ドラゴンズのプロデューサー、彼は惜しいやつだった。死んだ死んだ。セーブルタワーの戦いは熾烈を極め、死んだセーブルタワーで、彼の隊員を失ってしまったが、セーブルタワーで死んでる。過去のことを振り返っていたらいけないぞ。噛んでる。はい、はい、はい、この限定版とやらをきっちり紹介してくれると聞いて、はい、私は応援に参ったわけだ。遅いっすね、あの欲しかった土屋さんが紹介してくれたんで、もう、はい、大丈夫です。ガイストクラッシャー、次回、はい、次回ダンジョンズ&ドラゴンズミスタル英雄戦記限定版紹介の回。よろしく頼むぞ。
え、次回じゃないの。これ冒頭に差し込むの。冒頭に入んない。冒頭に入んない。はい、どうもありがとうございました。ちょっと誰なん、ね、バナ隊長やめやはい、あ、では皆さん、あ、さ、ありがとうございます。やばい、そんなキャラちゃん。そうしたかったんだと思う。土屋さん、そんなキャラちゃうから。じゃあ、すみません。はい、ということで、今日はバナ隊長に最後来ていただきましたが、はい、ちょっと波乱万丈なプチカップですが、そうですね、わけわかんない。ガイストクラッシャーも特集します。その時にはみんなで、あの、いや、ゆうこのみんな、こんにちはっていうふうにやるので、その時のバナ隊長はきっとこのバナ隊長じゃないですけど、すいませんでした。違う、違う隊長だけど、今回も長時間見ていただいてありがとうございました。またねー。